と人工生命体シーライフの母との間に生まれた不思議な少年が電脳空間を舞台に大暴れするアクションゲーム、それがパルスマンだ。主人公パルスマンは特殊能力の雷を武器にメモリ空間と3次元空間を自由に行き来できる。多彩なステージを存分に楽しむことができるぞ。ボーナスステージには昔懐かしいブロック崩しのステージもある。主人公パルスマンには様々な特殊能力がある。例えば雷状の刃スラッシュ、体内のエネルギーをスパークさせて打ち出すスラッシュアロー、そして自らを雷エネルギーの塊と化し体当たりを食らわすボルテッカー、特殊攻撃で敵を蹴散らせ。アクションゲームパルスマンは7800円で7月22日発売予定です。